ご一冊ください、はい、コガネワラビ開けてみよう。賞味期限1日だったよ。早い。もうきな粉漏れてきた。漏れ。どんだけパンパン入ってんのきな粉、すごっ。はい。もう。ん？あ、穴掘り体験。めちゃくそ柔らけえ。芋掘り体験。いやもうなんかスライム掘り体験だよこの。あらもう刺さらん。あ、溶ける、溶ける、ほやーほやー、あー落ちるあ、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 もうギリギリよね、保っていられるギリギリ、すごい、わあ、すごい。で、粉まぶして食べましょう。でね、これ美味しいよね。おい、キオスクさん、名古屋駅にはいろんなところにあるぞ。はい、赤福。赤福。開けるよ。うん。これが、ヘラ。いいね、赤福のヘラ。これが、エモい写真じゃない、絵だな。エモい絵。エモい絵。説明文みたいな、ご挨拶みたいなやつ。うん、よく入ってるね。うん、なんか毎回柄違う気がするわ。なんかきっと時期によるんじゃない。きっとね。じゃん。今ちょっと気づいたこと先に言っていい？何？5月2日って書いてある。お手紙毎日違うんじゃないこれ。へえ。毎日食べてって。マジか。うん。シャカーン。わー、いいよね。ね。この手作り感ね。今でもね、人の手で作ってるらしいですからね。そう、このくぼみこうやって握った時の指の跡らしいよ。すごいよ。食べるか。食べましょう。切るよ。どうぞ。うん。下手くそなんだよね。赤福取るの。それじゃあ。プロが取ります。プロ。あー、はい、くそでも一個取ってると楽なのよね。そうね。私もめっちゃ引いてるわ。じゃあプロ、はい、ここ取ってください。あ、こっちでいいですか。はい、そっちでいいです。いいですか。じゃあちょっとプロ取りますね。この赤福歴うん十年の私が。いくつだよ。うん十年って。あ、プロー。ちょっとプロ。プロ？プロー。プロちょっと。プロ。ちょっとプロ。あー。まあ、似たようなもんだわ。こんな感じで皆さん楽しんで撮ってください。
かわいい。かわいい。これ買ってくるか。ねえ、これかわいいな。すごくかわいい。すごい、いろんなのがある。これ何？やっぱりあの、ピオリンチャレンジはさ、難しいから、これ、いいね。